石出立脇は、江戸幕府天間長老屋敷の長官である中国の、先州名。初代の石出立脇は当初大井五番を務めていたが、徳川家康の江戸入府の際に罪人を預けられ、以来その職を務めるようになった。石出左兵、勘助から町奉行に出された石出家の有意書によると、当初は、本田図書常生と名乗っていた。後に在署名にちなんで、 石出生に改めたとされているが、現在の千葉市若葉区中野町千葉中の石出一族の出身。本来、石出立脇とは一族の町の名である。慶長18年9月3日没。法名は全喜び因伝長をおひひさし、台東区元浅草に現存する法慶山前刑事の会期はこの初代立脇である。石出生は千葉常との彦で、 下宇佐国家取郡石出を漁した石出次郎と種朝に由来する。千葉県会上郡市に三崎省佐抜城主、片岡徳春の章として石出立脇五郎正明の名が見られる。また、天正18年千葉家落城領総場という文書には石出城、石出立脇という名の記録が残っている。なお、足立区千住家門宿の開発者、 石出家門助家に伝わる、由緒には、家門助、吉種の弟として、初代石出立脇、喜び種の名が記されているが、被災は不明である。中国は、町奉行の配下に属している。その職務内容は、牢屋式役人である同人及び下男等の支配牢屋式と習慣者の管理、各牢屋の見回りと習慣者からの訴えの上長、牢屋式内における、 刑罰執行の立ち合い、斜面の立ち合い等となっていた。過録は三百票。格式は、譜代、役上下、おまみ以下であるが旗本である。六については、後日の石出吉臣が隠居した際に隠居領として十人仏が、市臣の子、左兵が幼年であった、当時の官方役を務めた。石出勘介に十人仏が、また上級が幼年であった、当時の官方役を務めた。 森山金納城と神谷弁之助に十人仏が上級の長年の政金に対する報奨として上級の一代に限って十人仏が明治維新まで見習い役を務めた直谷種に役料として十人仏がそれぞれ下されている。歴代の石出立脇のうちで最も巧妙な人物が石出吉臣である。明暦の大化に際して宗官者を火災から救うために独断で、 切り放ちを行ったことにより知られている。吉神は習慣者たちに対し、大火から逃げおせた赤月には必ずここに戻ってくるように。さすれば、資材のものも含め、私の命に変えても必ずやその切りに報いてみせよう。もしも、この木に乗じて雲隠れするものがあれば、私自らが雲の果てまで追い詰めて、 そのもののみならず、一族老頭すべてを成敗すると申し伝え、猛火が迫る中で資材の者も,のも含めて、数百人余りの切り放ちを行った。習慣者たちは涙を流してを合わせて、よし深しに感謝し、後日約束通り全員が、老屋敷に戻ってきたという。吉心は、罪人といえどその義理方さは誠にあっぱれである。このような者たちを、ミスミス資材とすることは、 超ずれば、必ずや国の損失となると評価し、老中に、資材も含めた罪一等の原型を嘆願、幕府も習慣者全員の原型を実行することとなった。この処置は後に、幕閣の追認するところとなった上、以後へ土器を通じて、切り放ち後に戻ってきた者には罪一等原型、戻らぬ者は、資材とする制度として、不分率の慣例化されたのみならず、 明治期に制定された旧監獄法による明文化を経て、現行の刑事収容施設及び収容者等の処遇に関する法律にまで引き継がれている。なお、旧監獄法時代には関東大震災や太平洋戦争末期の空襲の折に実際に刑務所の受刑者を切り放ちした記録が残されている。基地人は過人。 レンガ師としても知られており、当時の江戸の四大レンガ師の一人に挙げられている。歌集には、随前千句、明暦二年常ね県五百院中などがある。また著作の一つ、書歴日記は、江戸時代初期の代表的気候文の一つに数えられている。一方、国学者としても重要な辞席を残しており、広田博士祭や山賀祖皇から伝授された隠部神道を、後に、 水化神道の創始者となる山崎安斎に伝えている。また吉信が表した源氏物語の注釈書、紀元章について北村紀元の古月章に匹敵すると評する国文学者もいるほどである。さらに日本のみならず中国の夕食古日にも通じていたことも知られている。足立区千住明けの長所在の千葉三世光院には吉深氏以下三代の母筆と 吉信の実施で後に中国を接収した市心が混流した吉信の聖徳碑、日年碑が残されている。日年碑によると、吉深氏は千洋介常年の子孫で対等家に養子に入ったとされる。なお、著名な江戸学研究家、三田村縁魚は吉信の出自について、千住家門宿出身の石出氏の次男左平とし、一方、玉林聖老は、 石で図書常生の孫としている。元の国年3月に日没。法名、聖天院、両治美年。当初は全刑事に埋葬されたが、後に上記の最高院に改装された。吉信は江戸時代初期の代表的文化人の一人であると評価されている。この話の原点である武蔵部には、実際は全員が自主的に帰還したのではなく、 中には恐竜に逃げ隠れようとした者も,もいたが、それらは狂人に告発され捕獲された旨が記されている。板坂陽子、江戸の気候文中央公論審社、2011年1月、39から73ページ。ありがとうございます。